ちらが一般的なクラリネットですね。ベル管って言われてます。楽譜にある音、ドレミファソラシドっていうのは、聞こえてくる音がシドレミファソラシド。で、これの同じようなのがもう一本あるんですけど、こちらはアーカンっていうんですね。ちょっとだけ長いんですね。何センチか長いんです。で、これは主に、そうですね。こちらの短い方がフラット系の調整に適していて、こっちの長い方はシャープ系の曲に適しているんです。モーツァルトはこの長い分、少し音が暗いので、モーツァルトはすごくこの楽器が好きだったそうです。こちら小さなクラリネット、これは S クラリネット。この S はですね、アルファベットの S ではなくてですね、ミのフラットということですね。でドレミファソラシドという楽譜に書いてある音を吹くとミファソラシドレミというふうに聞こえる。でこの楽器がよく使われるというか、まあ、この楽器の活躍する曲としてはベルリオーズの幻想交響曲、ボレロとかダフニスト